丸笹山は、徳島県三吉市、三間市、三間郡木城の境界に位置する山である。標高1711.9メートル。花の百名山、四国百名山指定。旧三吉郡東岩山村と、旧三間郡小屋平村、一雲村の境界に位置する。県山の北方2.5キロメートルの地点に位置する。山陽は整った丸みを帯、特に、 西島神社から眺望が親しまれている。剣山国定公園に含まれる。県民の森とブナを中心に、水ならだけもみの順林があり、紅葉樹が多いので小鳥も多い。春には、うぐいスしじから味噌サザイをおるりきびたき、夏にはホトトギス、ツツ,ツドリコマドリアオバトトラツグミ、アオゲラなどがいる。頂上付近は、名のごとく一面に笹に覆われている。登山道は、 夫婦池からプロムナード道がつけられ、所要時間は約1時間。赤帽子山からの重走路があり、小屋大村大森池のキャンプ地からは約3時間かかる。幕末の東火録に丸笹が池あり、法令司方より小宮秘てとなるとあるのは夫婦池のことである。明治13年の阿波国地市略では、丸市の山大正9年の一雲村市は、 丸笹山としてある。三間郷土市でも丸篠山としており、大正期まで丸笹山、丸篠山と併用していた。鶴木山国定公園に含まれるが、昭和42年に丸笹山を含む国有林108.90ヘクタール、県有林7.43ヘクタールなどが県民の森に指定された。小鳥の巣箱、樹名の表示などが行われている。 昭和44年には、丸笹山西中腹の夫婦池に建築面積285.34平方メートル、2階建ての資料館が建築された。動物約1400点、植物約300点、鉱物約50点、その他道具類など120点が展示されている。並んで国民宿舎鶴見山荘がある。または移転、キャンプ地もある。ありがとうございます。